皆さんこんにちは、下田です。今回はですね、ショートスタイルのカット動画になります。過去の動画で何度か切らせてもらってたんですけど、後輩の山崎さんっているんですね。で、僕が以前勤めてた美容室で最後に切らせてもらってたんですけど、それを、動画編集してなくてまだ載せてなかったんですね。でもこのまま載せれないかなって思ってたんですけど、せっかくカットして動画撮ってたんでもったいないなと思ったんで、今回改めて編集をし直して、動画にしてます。で、今回はビフォーの状態から、カット、そして仕上がりまでっていう風に撮ってるんですけど、途中の、スタイリングっていうのを、また別で載せようかなと思ってます。結構動画が長くなりそうだったんで、今回はカットと仕上がりを載せて、また次回の動画で、今回ストレートアイロンでスタイリングしてるんですけど、そのアイロンでのスタイリングと、ワックスを使った、スタイリングのシーンっていうのをまた、別でスタイリング動画として載せたいなと思ってますんで、よかったらそちらの方もまた載せたら見てほしいなと思います。はい、今回もかなり可愛く仕上がってるんで、ぜひ見ていてください。それではどうぞ。はい、それではカット解説していきたいと思います。今回はショートのカットですね。まず長さを横の長さから決めていきます。だいたいリップラインかそれより少し上かぐらいの、仕上がりの長さになるように横の長さを切っていきます。そこから横を起点にして後ろにカットをつなげていきます。このバックの中段あたりの部分をですね、今カットしています。すいません、ちょっと画面がボケてしまってるんですけど、このまま襟足の方を切っていきます。で、今回は襟足をタイトに締めた感じにしたいので、しっかりと段を入れるような感じでカットをしていきます。逆サイドも同じですね。横を起点に後ろの長さを切っていきます。ショートスタイルはバックのフォルム感がすごく大事なので、この辺りのカット、あと襟足の部分のカットはすごく重要なところかなと思います。ここですね、しっかりと段を入れてカットしていきます。このベースカットの時点では、まだ毛量調節をされてない状態なので、少し、気持ち長めに残ってるかなっていう感じなんですけれども、この後またこれで軽くしていって、もっと短くなっていくので、そのあたりも考慮して長さを決めていってます。はい、その後に上の髪ですね、さっきと同じ長さで切っていきます。逆サイドも同じです。バックも同じ長さで切っていきます。こんな感じですね。大体形が見えてきたかなという感じなんですけれども、この後に前髪、そして顔周りの、作り込みをしていきます。顔周りと横の長さは耳にかけた時とかけてない時、どちらでもバランスが取れるように長さを決めています。反対側も同じです。はい、耳にかけてもいいバランスになりそうですね。はい、で後ろの形も、だんだんと形が出来上がってきてます。こんな感じです。はい、でここからトップの長さを切っていくんですけれども、この上の方に入れる段は、髪の量とか、頭の形で気をつけた方がいい部分なので、入れすぎると、短くしすぎると頭が四角くなってしまうこともあったりするので、そのあたりは注意してカットしていきます。今回はそんなに切りすぎてはないぐらいですね。はい、でカメラの角度をちょっと変えるのを忘れてしまってたんですけど、このままさっき上で切った部分と、下の方を緩やかにつなげていきます。
はい、横の方も同じようにカットしていきます、これでベースカットが終わりなんですけれども、ここから毛量調節のカットになります。毛量調節に関しては、割とモデルさん自身が軽めが好みなので、そのあたりも考慮してカットをしているんですけれども、しっかりと根元の方から毛量を取ってあげて、毛先の軽さも出してあげるというふうな感じでカットしています。あとはショートスタイルは特にこの、襟足付近、ネープあたりですね、すごく大事なところかなと思うんですけれども、このあたりが中途半端に重く残ってると、結構ですね、形が綺麗に見えなくなるんですね。なので、まあ、ある程度、しっかり軽さを出す方が、可愛く仕上がるんではないかと思います。際のあたりは繊細にカット。これだけでも全然違いますよね、形が。はい、そのまま、頭の中段あたり毛量を調節していきます。ここも同様ですね、頭の、根元付近から毛量をしっかりまずは取ってあげて、毛先で軽さを出していきます。まあ、このあたりは、そうですね、かなりメリハリがやっぱりショートは大事かなと思うので、まあ、軽くするのも大事なんですけれども、どれぐらい髪が残るかっていうのも、考えながらカットしています。頭の丸みができる部分でもあるので、重要なところですね。はい、そのまままた上に上がっていきます。毛量調節に関しては基本的には、同じですね。根元で毛量を取って毛先で軽さを、先細りに作っていくという感じなんですけれども、まあ、そのあたりは、それぞれの人の、頭の形や毛量に合わせて、軽くする量を決めていきます。最後に、上の方ですね、トップの部分の調節をしていくんですけれども、このあたりはまあそんなに入れすぎなくてもいいかなという感じですね。気をつけてすかないと、短い毛が出てしまうことになるので、そのあたりは注意して毛量を調節していきます。まあ、多い人を軽くするっていう意味もあるんですけれども、案外ですね、髪の量が少ない人とか、柔らかい人、ペタッとなりやすい人も、こうやって調節をやっぱり中の方から入れてあげることで、ふんわりしやすくなったりするので、すごく大事なカットかなと思います。はい、これで濡れた状態でのカットが終了なんですけれども、襟足のですね、生え際の部分、ここですね、産毛が生えているところ、あとは襟足が少し下まで生えている方もいらっしゃると思うんですけれども、そのあたりはしっかりトリマーで、綺麗に処理をした方がいいかなと思います。で、これで一度ドライをして、その後にドライカットで最終的な調節をしてカットが終了になります。はい、これはドライカットですね。ドライカットではそんなに大幅にカットしていくことはないので、バランスを見ながら、フォルムを見ながら、必要なところにのみカットを入れていきます。まあ、こういう生え際のあたりも繊細に入れていったり、毛量の微調整ですね、はい、いい形になってきましたよね。はい、襟足の作り込みもきれいにしていきます。こういう細かい調節もやっぱりカットしてて楽しいポイントなんですよね、こういうのは。はい、より収まりやすくカットを入れていってます。まあ、できるだけ乾かしただけで決まるようにしたいので、こういう繊細な調節をですね、必ず入れるようにしていきます。
はい、でこの辺り前髪なんですけれども、少し癖があるので、結構いつも流れにくいということで言ってるので、その辺り癖の見極めもしながらカットを入れていきます。はい、これでドライカット終了になります。ここからスタイリングなんですけれども、今回ですねストレートアイロンでカールをつけてます。で、動画がすごく長くなりそうだったので、今回このストレートアイロンでのスタイリングとワックスでのスタイリングっていうのは、もう省略させていただいてます。なので簡単にしか、載せてないんですけれども、もし、タイミングがあればまたそのスタイリング動画も出したいなとは思うので、まあ、もし作った時はよかったら見てください。はい、これは今ワックスをつけてるところですね。はい、こんな感じで動きとボリューム作っていきながら、こうやって耳にかけてバランスをとって、これで仕上がりになります。まあ、こうやってクロスタオル取ると全然見え方がまた違いますよね。はい、で最後にキープ力のあるスプレーをつけて仕上げていきます。はい、これで完成です。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。また次回スタイリング動画載せたいと思いますので、そちらの方も参考にしてもらえたらと思います。はい、あと余談なんですけど、僕自身もちょっと髪が伸びすぎちゃったんで、そろそろ髪切らないといけないなと思っているところです。なので、まあ、オープンまで、お店のオープンまでにちゃんと切ってスタートさせたいなと思うんで、はい、まあ、見てる方はちょっと髪長すぎるんじゃないのって思ってる人もいるかもしれないんで、ちゃんともうちょっと爽やかにですねしたいなと思ってます。はい、であとこれまた別なんですけど、今のお店のオープン前の準備期間なんですね。で今度この内装工事が入るんですけど、その工事のその過程っていうか、そのお店ができるまで、美容室ができるまでっていう動画を撮ろうかな、どうしようかなってこう考えてるところなんですね。まあ、その何て言うんでしょう、自分の記録用というか、自分のために残しておきたいなっていうのも思ったりするところもあって、まあ、なんで需要がこういうのはあんまりないかもしれないんですけど、まあ、動画として記録として残しておけたら、まあ、またこう振り返ってみた時に、自分にとっても面白いものになるかなと思ったりもしてるんで、まあ、これはちょっと今考え中です。工事の途中の段階とかはですね撮りにくいかもしれないんで、まあ、ちょっとその辺、まあ、考え中のところなんですけど、まあ、もし載せた時は興味がある人だけでもいいんですけど見てもらえたらと思います。はい、まあ、という感じで今回の動画はこれで終わりたいと思います。僕のチャンネルではこういった感じでリアルなカットの動画だったり、スタイリングの動画だったり、髪に関するためになる情報っていうのを発信しております。綺麗になるための知識を増やしたいという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。